20人に関しては重症患者がいないということが分かっています。残る20人の中で、すでに確認した人は、つい先ほど情報がありまして、4人となりました。4人の方がすでに入りまして、残る20人のうちに入りまして、